黒田夏希は日本のフリーアナウンサー、気象予報士、TBS スパークル所属、神奈川県横浜市出身。法政大学法学部国際政治学科を卒業後、2014年4月から2015年3月まで NHK 仙台放送局の契約キャスターを務めていた。契約の終了後、2015年4月に SBS に入社した。 SBS での同期は、同年に、新卒入社した、高木萌香で、高木が2018年9月に同局を退社するまで、夏木も、エカのランキングパラダイスで共演していた。2020年10月末をもって、静岡放送を退職し、東京を拠点にフリーアナウンサーとして活動する、意向をこのほど明らかにした。これに伴い、黒田が担当していた。 ミナスポは9月12日の放送を最後に降板し、後輩アナウンサーの山崎カナにバトンタッチする。同年12月1日より、カナイ憧れの公認として、TBS ニュースのキャスターを務めている。大学時代には、東京大見和宮の御校を4年間務めていた。趣味は、神社巡りと御朱印集めで、2015年12月までに、延べ50箇所以上の神社を参拝した。 SBS 公式サイトのプロフィールページでは、クラシックバレー、ゴルフ、スムージー作りも趣味に挙げている。静岡放送の退社を機に、気象予報士試験を受験することを決意。フリーアナウンサーとしての仕事と両立しながら、猛勉強した結果、2021年10月に一発で合格したことを発表した。ありがとうございます。